勉強お疲れ様です、ちょこっと息抜きいかがです、ガーナの甘い口どけでその難問も解けちゃうかも、今日ぐらいサボっちゃおうかな、バレンタインのせいにして。財布の紐も甘くとろけて爆買いしちゃったバレンタイン、リッチな気分で我慢を忘れてプレミアムガーナも大人買い。ところでどなたの？もちろん全部自分のよ、うん、バレンタインのせいにして。バレンタインに手作り女子会 LJK のチョコパーティー、思い出とチョコを持ち寄って世界で一つの LG ケーキ。チョコが足りない、はい今すぐお持ちいたします。バレンタインのせいにして。気合の入ったお客様、バレンタインにプロポーズ、ご用意しました真っ赤なローズととびきりスイートなパッカーン。ところで指輪は？あ、バレンタインのせいにして。もしやチョコでもいただいた？いやいやそんな仕事中だし。もらった？いやいやもらった。まさか。バレンタインのせいにして。This is the special suite hotel that opens only during Valentine's Day. さんじゃん、浜辺さんからチョコもらえるかもなんてちょっと期待したけど、まあ最近忙しかったしな、うん、そんなのは僕の想像が甘すぎたせいだ、チョコだけに、チョコだけにのせいだ。でもこれはひょっとしてデートに誘える千載一遇のチャンスか、たまたまお客さんからいただいたチケットが余ったせいにして。来るなんてバタバタで汗だくなんですけど、今朝の占い最下位だったせいだ、こっそり渡そうと思ってたチョコも失敗しちゃうし、忙しさのせいにして今度リベンジしようと思ってたんだけど、ん？まさかのチョコ？もうすでに誰かにもらってる？そして食べてる？あーなんかニヤニヤしてる？思い出してニヤニヤしてる？バカ、私がもたもたしてたせいだ。そういえばお昼に食べた味噌カツ美味しかったな、近くにあんな名店があったなんて。そうだ、今度思い切って浜辺さんも誘ってみようかな。うん、占いのラッキー調味料が味噌だったせいにでもして。さすがに無理あるか。いやそんなことより映画だ、映画。え？え？停電？止まった？え、でもすぐ復旧しますよね。うん、だよね。そうだ、これは停電のせいにして。暗くても楽しいことを考えよう。暗くて楽しいところといえばそうだ、映画館とか。そうだよね、なんだか映画見たくなってきちゃった。どう、この後一緒に行く？あー閉じ込められたままこのままお腹ペコペコになって倒れてしまったらどうしよう。あそうだ、こんな時のために甘い非常食を持っておいたんだった。あ先輩食べます？よし、めちゃくちゃ自然だ。そうだ、あ動いちゃった。はあ誘えなかった。でもあんまり話したこともないし、今日
共通の話題とかもわからないせいで。ああ、本当は直接チョコ渡してみたかったけど、自信がないせいで。Enjoy your evening. You too. It's Valentine's Day today. Thank you.あのさ、よかったらバレンタインのせいにして。お疲れ様です。お疲れ様。いや、バレンタイン当日大変だったね。はい、大変でしたね。うん、バレンタインのせいにして。ん？まさかチョコ？もうすでに誰かからもらってる？そして食べてる？あー、なんかニヤニヤしてる。思い出してニヤニヤしてる。バカ、私がもたもたしていたせいだ。そういえばお昼に食べた味噌カツ美味しかったな。近くにあんな名店があったなんて。よかった、いいんです、いいんです、はいはい、今までやってるのか。浜辺さんも登場。オッケー、ありがとうございました。ありがとうございます。かわいい。お疲れ様でした。ありがとうございました。あの、浜辺さんと2人でやるのは割と久々というか、多分去年のね、ちょうどバレンタインの企画以来、うん、まあ、今回なんか普通に喋ってる感じが、普通になんか会話してる感じが意外と初めてなんじゃないかって気がして、それがなんか新鮮で楽しかったですね。面と向かって会話することはほぼ初めてだったので、まあそれがなんかまさかちょっとこんなモノローグいっぱいで、ちょっとこうなんだろう、なんかちょっとどこか壺に入るようなあの物語になっていたので、はい、あの笑いをこらえながら楽しく撮影しました。